はい、お疲れ様です。山影です。本日はですね、東京駅から有明アリーナを目指していきたいと思います。7水木ライブパレード2023もですね、今週末の有明アリーナ 3Days を残すのみとなりました。このですね、ライブ会場に行こうというシリーズも、まあ、3つ目になるんですけども、有明アリーナはですね、水木奈々さんのライブでは初めて行われる会場ですので、事前にですね、ライブ会場に行き方を特集したいと思います。まずはですね、 JR 線の乗り換え口を目指していきます。有明アリーナの最寄り駅はゆりかもめの有明テニスの森か新豊洲駅が、まあ、最寄り駅になりますんで、まあ、それを目指してですね、 JR 乗り換え口を通って、まずは新橋駅、ゆりかもめの始発駅新橋駅を目指していきたいと思います。まあ、新橋駅への行き方なんですが、まあ、東京駅からだと何個か行き方がありまして、まあ、王道の東海道線で行きたいと思います。東海道線だと東京駅の次が新橋駅なので、ただ本数があまり山手線や京浜東北線に比べると多くないので、まあ、時間帯によっては山手線や京浜東北線の方が早い場合もあります。山手線や京浜東北線を使われる場合はですね、まあ、東京駅、有楽町、新橋になりますので、まあ、あんまり時間の差はないです。まあ、今回は東海道線で行きたいと思います。あと東京駅からですね、有明アリーナを目指す場合だと、まあ、バスっていう方法もありまして、まあ、東京の都営バスですね、都営バス東京駅から乗って、まあ、大体、まあ、30分ぐらいで行けますんで、バスで行くっていう方法も候補の一つになってきます。まあ、あとはですね、有明アリーナの公式ホームページのところに、シャトルバスが運行されてるっていう情報がありますんで、ライブ当日はですね、シャトルバスも運行されます。そちらは専用サイトから予約が必要になりますんで、リンク貼っときますんで、そちらも参考にしていただければなと思います。はい、ということですね、新橋に着きます。まあ、そのシャトルバスはですね、だいたい開園の1時間前ぐらいに着いて終演後も出てるんで、結構、まあ、東京駅を使われる方と、あと新宿駅を使われる方はですね、そのバス結構便利かなと思います。はい、ということで新橋駅に着きました。まあ、新橋駅はですね、まあ、出口が2つありまして、まあ、よくテレビとかで出てくる SL が置いてある SL 広場の方とは逆の出口にゆりかもめの駅がありますんで、まあ、南改札、このゆりかもめの看板に沿ってですね、行けば分かりやすいかなと思います。で、新橋駅はですね、結構飲み屋街もあって、ライブ後の打ち上げにもとても便利なんじゃないかなと思います。まあ、ただ自分はですね、東京 3Days、まあ、3日とも参戦するんですけども、まあ、3日目は最終の新幹線で帰らないといけないので、3日目は先ほど紹介したバスで、東京駅まで行こうかなと思ってます。ただ1日目と2日目は打ち上げをしようと思ってますんで、ゆりかもめで新橋に戻ると思います。ということで、ゆりかもめの新橋駅にやってまいりました。ゆりかもめはですね、運転士さんが乗ってないですね、自動運転の乗り物になりますんで、まあ、普段ね乗ってる電車とはまた違う乗り物になりますんで、それも、まあ、結構乗り物好きな方がね、楽しんでいただけたらなと思います。結構東京ビッグサイト行かれる方とか、お台場行かれる方はですね、多分使ったことがあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、もしかしたらね、初めてという方もいらっしゃるかもしれないんで、まあ、ぜひね、ゆりかもめ楽しんでみてください。ということで、豊洲行きの普通電車に乗っていきます。まあ、各駅停車なんでね、結構有明ティーンズの森までは停車駅がありまして、新橋から13個目の駅が有明ティーンズの森で
です。で大体まあ26分、まあ、30分弱ですね、時間がかかります。まあ、30分弱かかるんで、まあ、東京駅からその新橋まで来る時間とかも考えると、基本的に東京駅からはまあバスで行く方がまあ早いことになるんですが、まあ、バスはねやっぱり本数が少ないので、まあ、タイミングがね良ければバスで行くこともおすすめできるんですけど、まあ、基本的にはこの新橋まで来てゆりかもめの方が、まあ、本数は結構走ってるので、まあ、あとは宿をねこのどこに取るかっていうのにもよって、有明アリーナにどう行くかっていうのも変わってくるかなと思います。はい、ということで新橋を出発しました。まあ、30分弱なんで結構ね乗るんで時間はあります。はい、ということで有明テニスの森にですね、到着いたしました。有明テニスの森駅からはですね、有明アリーナまではまあ大体歩いて10分ぐらいですね。改札を出たらですね、有明アリーナの案内がありますんで、まあ、約600メーターっていう風になってます。道的にはもうまっすぐですね、まあ、迷うことはないかなと思います。今目の前に建物見えてるんですけど、これは有明アリーナではなくてですね、また違う建物になります。建物の向こう側に有明アリーナありますんで、まあ、その駅を出てこの道をずっとただまひたすらまっすぐ行くだけです。もう一本道なので迷うことないです。曲がるところもないですし、もうずっとまっすぐです。でこの駅から有明アリーナまでの道沿いになんかコンビニとかはこうパッと見なかったので、ホテルとかはあったんですけど、コンビニとかこう飲み物を買うところがないので、飲み物を確保する場合はですね、まあ、一応商業施設が、まあ、近くに一つだけあるんですけど、まあ、そこへ行くか、まあ、最寄りのコンビニを探してコンビニで買うかっていう形ですね。まあ、駅からこの有明アリーナまでにはまあちょっとコンビニはないので、まあちょっとね余裕を持って行って、まあ、近くのコンビニまで歩いてコンビニで飲み物を買うっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで有明アリーナに到着いたしました。まあ、このね有明アリーナは東京オリンピックに合わせて作られた会場ですんで、結構まだ新しめの会場ですね。ただキャパがですねあまり多くなくて、まあ、めちゃめちゃ大きい会場ではないです。まあ、入り口がちょっとねこの日はまあ特にこう催し物がなかったので、こうライブがあるときはこうどこから入るかっていうのがちょっと分からなかったんですが、一応階段登ってね上にも結構スペースがあって、こう物販とかはこの上のスペースを使うんじゃないかなとか想像してみたりもしたんですが、まあ、なんせね初めての会場ですんで、あでも今年大阪城ホールとかはね物販会場がいつもと場所が違ったりして、なんか絶対必ずここでね物販行われるとかはちょっとわからないですけども、まあちょっとね、また当日の楽しみということで。はい、ということで今回はですね、東京駅から有明アリーナまで、歩いてみました。まあね、参考になれば幸いです。最後にですね、有明アリーナ行く方法、別の方法としてバスで行く方法ありますね。そちらをおまけでつけたいと思います。場所を東京駅に戻しまして、同じく東海道線の乗り場の前からスタートしていきたいと思います。有明アリーナ行くバスなんですけども、丸の内南口のバス乗り場から出ています。まあ、東京駅の丸の内側の出口出ていただいて、一番、まあ有楽町側一番南口側にですね、バス乗り場ありますんで、まあ、南口の改札から出るとすぐもう目の前にまっすぐ行ったところです。この東京国際フォーラムという案内の横に南口バス乗り場という案内があるので、もうこの案内通りに進むだけですね。
まあ、この目の前にある交差点を渡ったらすぐです。まあ、東京駅から行かれる方はですね、この行き方が一番オーソドックスになるんじゃないかなと思います。まあ、あの東海道線とゆりかもめ乗り継ぐよりは断然こっちの方が早いので、このね交差点を渡ってすぐ右に行って手前、一番手前のバス乗り場、この東京ビッグサイト方面に行くバスですね。でこのバス停からはですね、何本かバスが出てるんですけども、この都05-2っていうバスに乗ります。まあ、東京ビッグサイト方面に行くバスですね。でこの有明小中学校前が有明アリーナ最寄りのバス停になりますので、ぜひよかったらバス行く方ご参考にしてください。ということでですね、本日は、有明アリーナまで行く道順をご紹介してまいりました。ライブパレードも残すところ3日です。最後ですね、3日間ライブ楽しんでいきましょう。ではこの辺で終わりたいと思います。山影でした。ほなまた。